真由美を、真由美を見殺しにしたのはあいつじゃないか。真由美？これ以上騒ぐと警察を呼びますよ。呼べや。呼んだら全部話してやるよ。それは地獄少女にもらったんだ。地獄少女ってのは地獄通信のことか。この糸をほどけばあいつは地獄に流される。君は本当に地獄少女なんて信じてんのか。そんな子供だまし。どうして桂木に会いたい？真由美っていうのは根本真由美さんのことだろう。彼女か。君は何を見た？話してくれないか。俺やっと就職決まって、そしたらあいつお祝いしようって。ここでいいよ。渡ったらすぐだし。今日サンキューな。うん、おやすみ。おやすみ。話したんだろ。当たり前だろ。だけど逮捕されたのは全然違うやつだった。その後だって何回も警察に行ったよ。でも全然取り合ってくれなくて。あいつは、真由美の命を奪ったあいつは今も濃々と生きてる。そんなの許せない。絶対許せないよ。でも俺は真由美に何もしてやれない。だから地獄通信にか。君名前は？中島健太。俺が記事にするよ。え、実はな、俺も今葛城を調べてるんだ。中島君、俺と一緒に出版社に来てくれないか。そこで事実を話してくれ。全てが公になれば葛城は社会的制裁を受けることになる。大体な、金と権力で犯した罪をなくしてしまうなんて絶対そんなことあっちゃいけない。本当に記事にしてくれるんですか？約束する。さあ編集と話をつけなきゃな。すぐ戻るからここで待っててくれ。バカな考えを起こすなよ。何なんだあいつ。邪魔だね。はい、稲垣。お前の読みは当たりだよ。被害者の恋人中島健太が目撃者だ。これからインタビューするからな。篠田、悪いがその件はなかったことにしてくれ。何言ってんだよ。報酬以上の仕事は必ず待つ。だから忘れてくれ。ちょっと待って。俺はな、何も金のこと言ってんじゃない。このまま。柴田、俺たちは所詮弱者なんだよ。あとはあなたが決めることよ。俺も地獄に。
柴田さん、どうでした？柴田さん、すまない。え？記事にすることはできない。どういうことですか？まさか。何か他に方法があるはずだ。少し時間くれないか？もういいよ。やっぱりこれしかないんで。本当にこんなものを信じてんのか？地獄少女なんて。じゃあどうしろって言うんだよ。結局あんただって何もできないじゃないか。真由美が突然奪われたんだよ。そんな気持ちあんたなんかに分かるかよ。まだ来てないか。柏木、なんだ君は。出て行きたまえ。真由美がさ、ほんの数秒前まで一緒に笑ってたあいつが道に倒れてんだよ。血だらけで全然動かないんだよ。いくら呼んでも何も言わない。そんなのありかよって思うだろ。そんなのありかよって。何を言ってるんだ君は。俺見たんだよ、あんたの顔。あんたが倒れてる真由美を見て舌打ちしたのも全部見たんだよ。あんたがいくら隠しても俺があんたを許さない。返せよなあ、真由美を返せよ。何するんだ、くだらん。たかは小娘一人のために私が築き上げたものを台無しにされて食べるか。大体それがどれほどの女だ。いいか、金と地位があればいくらでも高級な女が手に入る。もっとも選ばれた人間でなければ金も地位も手に入らんがね。許さない。お前だけは絶対許さない。さっさと帰れ。やめろ。恨み引き届けたい。バカな。どこへ行くんだ。用意するぞ、金なら。人の命は買えないわ。この恨み地獄に流します。
ことにしてやる。逃げよ、一緒に逃げよ。あいつから逃げるなんて絶対に無理。死んで妹になれ。一遍死んでみる。次回、偽りのエピタフ。